夕張保険金殺人事件。夕張保険金殺人事件とは、九百八十四年、昭和五十九年に、北海道夕張市鹿島、大夕張で発生した、火災保険及び、生命保険の保険金差しを目的とした、放火殺人事。首謀者の暴力団、組長夫婦が、実行犯に放火を指示して犯行に及んだものとされ、夫婦は、首謀者として、 死刑の判決。恩赦による減刑を期待して、構訴を取り下げ、自ら刑を確定させたが、期待に反して恩赦は行われず、戦後初めて夫婦二人ともに対して死刑が、執行された。死亡者の一、逮捕当時四十一歳は、百四十三年、昭和十八年に、様二群様二長の七人兄弟の六番目として、生まれた。家族が、 夕張市へ移住した6歳の時に父を失い、母子家庭で育った知は兄たちの影響で飛行を繰り返した。小学6年生の時に教護院に入り、15歳までをそこで過ごし、その後はトラック運転手や炭鉱労働者、調理師見習いなどを経て、17歳頃から暴力団員として活動するようになった。1969年、昭和44年に結婚して、 子供も儲けた。H の妻で、もう一人の首謀者である H の妻、逮捕当時38歳は、1946年、昭和21年に七人兄弟の四女として、夕張市で生まれた。高校時代には不良として、地元では有名だったが、卒業後は上京して、美容師学校に一年間通った。その後夕張に戻り、交際していた暴力団員と結婚。 一時を設けたが、夫は、癌で死亡。市内のバーでホステスをしていた際に H と知り合い、二人は1972年、昭和47年に再婚した。二人は1970年、昭和45年頃から、三菱大夕張炭鉱の下請け会社、H 班を起こし社長夫婦となり、炭鉱作業員を圧戦する、手配事業を行うようになっていた。1976年、 昭和51年には社名を有限会社 H 工業、有限会社 H 商事とする一方で、H は暴力団初代声優会 H 組長と称して、金融業や水商売も手掛けた。だが H は暴力事件や覚醒剤所持、銃刀法違反などで有罪判決を受け、懲役刑に処され刑務所で服役するなどしており、商売にならず、実際の会社経営は、 妻が取り仕切っていた。1977年、昭和52年に、会社は一旦倒産するも、間もなく、有限会社慶工業、慶は大夕張のアザメイや、H 班などを相次いで、設立、再興し、女で一つで手廃止業を続けていた。そのような状況を一変させたのが、1981年、昭和56年10月に発生した北端夕張 身体高ガスと出事故である。この時も、服役中の H に代わって、妻が会社を経営していたが、H 班が現場に派遣していた、作業員7人が事故で死亡し、作業員にかけられていた多額の死亡保険金が会社に振り込まれた。作業員の遺族に支払われた分を除いても、H 夫婦の手元に残った金は1億円以上に上ったという、思いがけず、 大金を手にした H 夫婦は、H が刑務所から戻った後、夕張市南部青葉町の夕張川を望む地に、白亜2階建ての自宅兼事務所を新築。子供たちにポニーを買い与えたりするほか、妻が経営するスナックの改装やアクセサリー店、ダイエット食品店の開業、さらに高級車輪カーンをはじめとする、数々の車種品を買い漁るなど波を重ね、わずか2年足らずで、 保険金を使い果たしてしまった。もともと1970年代から閉山が相次いでいた夕張の炭鉱業が新炭鉱での事故をきっかけに急速に衰退したこともあり、多額の借金を負った夫婦の生活は困窮した。そこで夫婦は札幌で新たにデートクラブを開業しようと考え、そのための資金を得る目的で保険金詐欺の計画を立案するに至る。 1984年、昭和59年5月5日午後10時50分頃、夕張鹿島栄町の炭鉱住宅街にあった、H 工業の作業員宿舎から出火し、宿舎内にいた子供2人を含む6人が焼死、消火活動をしていた消防士1人も宿舎の崩壊に巻き込まれて殉職する事態となった。また、火災の現場から逃げようとして2階から飛び降りた作業員の愛。 当時24歳が両足骨折の重傷を負い、病院に搬送された。このほか、作業員宿舎の隣にあった旧鹿島旅館の建物も全焼した。夕張警察署と夕張市消防局の現場検証の結果、この日は作業員の入寮を祝う宴会が夜10時頃まで行われており、その際のジンギスカン鍋に使った焼肉プレートか石油ストーブの不始末が、 火災原因と認定された。保険会社は、この認定に基づき、全焼した宿舎にかけられていた火災保険金及び死亡した作業員4人にかけられていた死亡保険金の合計1億3800万円を H 夫婦に支払った。これにより再び多額の保険金を得た H 夫婦であったが、夫婦はこれらの保険金も1ヶ月ほどでほとんど使い果たしたという。一方、 火災から2ヶ月余りが経過した同年7月18日、入院中だった作業員の愛が突然病院から失踪。8月15日、愛は失踪先の青森市から夕張警察署に電話をかけ、事件の真相を告白した。問題の火災は、H 夫婦が火災及び死亡保険金の左手を目的として部下の愛に指示して放火させたものであり、愛は前もって、 H 夫婦から500万円の報酬を約束されていたが実際の報酬は75万円しか支払われなかったため愛は H 夫婦に対して不信感を抱くようになりこのままでは事件の秘密を知っている自分もいずれ口封じのために殺されるのではないかと恐れて警察に自首することを決めたというまた愛は H 夫婦の指示に従って放火を実行したものの 保険金の対象外である子供二人だけは助けようとしたが、火の周りが早くて救出は叶わず、愛自身も逃げ遅れて重傷を負う結果となった旨を警察に語った。この愛の自首によって H 夫婦はすぐに逮捕された。H 夫婦は札幌地裁で行われた一審の裁判において放火の目的は火災保険金のみであって宿舎内にいた 作業員たちの生命を奪うつもりはなかったと主張。実際に消死者が出たのは、中にいる人間が逃げられるようにやれと部下の愛に指示、下にもかかわらず、従わなかったためと主張した。これに対して、検察側は、作業員たちに酒を飲ませ、就寝後に放火させたのは、殺人の未室の行為が認められると主張。H 夫婦に対する死刑を休刑した。1987年、 昭和62年3月、札幌地裁は実行犯の愛に対して、無期懲役判決を言い渡し、減刑の対象になりうる自主が認定されたと考えられる、死亡者の H 夫婦については、殺人の共謀共同正犯としてに責任を認定し、死刑判決を言い渡した。愛は控訴せず刑が確定。H 夫婦は直ちに、 札幌高裁に控訴したが、1988年、昭和63年10月に突如として、控訴を取り下げ、死刑が確定した。妻は、戦後の日本において4人目の女性死刑囚となった。H 夫婦が控訴を取り下げたのは、当時昭和天皇の病状が重篤であり、仮に天皇が崩御すれば恩赦が行われ、これによって、夫婦も、 死刑の執行を免れると期待したためであった。過去にも、明治天皇や大正天皇が崩御した際には、殺人犯のような重罪人であっても恩赦によって刑が減刑されており、戦後もサンフランシスコ公は条約締結時に死刑囚であっても殺人罪のみで暴む基調役に減刑されていた強盗殺人や放火殺人など併合罪が付加されるものは対象外。ただし、 恩社の対象となるには、刑が確定していなければならず、裁判が継続中の者のは恩社の対象にならないため、夫婦は恩社の対象に選ばれるために、わざと控訴を取り下げたものであった。当時、弁護士の提案などにより、H 夫婦の他にも、恩社を期待して、控訴や上告を取り下げた被告人が少なからず存在した。しかし、H 夫婦の期待は、外れ、 昭和天皇法御に際しては、懲役受刑者や、禁錮受刑者、死刑確定者に対する恩赦は一例も行われなかった。そもそも H 夫婦の罪状は、保険金差しを目的とした、放火殺人であり、前述の通り放火殺人は、恩赦の対象外である、原型例、第7条第1項の規定によるため、仮に当時恩赦が行われたとしても H 夫婦が、 御社の対象に選ばれる可能性はなかったと考えられる。その後、皇室刑事に伴う御社が1990年、平成2年、新天皇の即位と1993年、平成5年、皇太子の成婚の2度行われたが、いずれも H 夫婦が御社の対象に選ばれることはなかった。御社の期待を絶たれた H 夫婦は1996年、 平成8年5月に死刑判決を受け、精神的にも不安定で法律の知識もないままに御社があると誤認したなどとして札幌高裁に控訴審の再開を申請した。認められず最後の望みを託して最高裁に提出した。特別広告も1997年平成9年5月に帰却され、同年8月1日に札幌刑務所において、 夫婦とも死刑が執行された。日本における女性死刑囚の死刑執行は1970年昭和45年に執行された女性連続毒殺魔事件以来27年ぶりで戦後3例目であった。H 夫婦が経営していた H 工業は経営者である夫婦が二人とも逮捕されたことにより直ちに業務を停止しそのまま倒産して廃業となった。 その後、大夕張は夕張シューパロダムの建設に伴い、全住民が移転し無人となり、さらには2014年、平成26年のダムの淡水開始により、事件現場となった、作業員宿舎があった鹿島栄町は、全域が水した。一方、夫婦が自宅兼事務所を構えていた南部青葉町は、炭鉱の閉山により過疎化が顕著に進んだものの、 かつて夫婦の自宅兼 H 工業の事務所であった建物は夫婦が処刑されてから20年余りが経過した2018年平成30年現在も過酷な気候や侵入者による破壊行為により反壊しながらも廃墟の形で存在しており建物入り口には写真のようにクレジットの信用商事 S ファミリークラブ H 商事株式会社 S 代理店と 書かれた看板や表札が残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。